宮城県高円寺の奥の商店です今日は生き生きと生きる四つの教えについてお話しします先日あるお檀家様がこのようなことをお話ししてくださいましたお匠さんあの東日本大震災の時はみんなで手を取り合って 頑張ってこれたけれども今回の新型コロナウイルス感染症ではその手を取り合うこともできないと行き先が見えない不安な胸の内を語ってくださいました今不安な時代を生きる私たちに仏教は何を 教えているのでしょうか。ここに絵があります。お経はたくさんあります。言葉で説明すると長くなりますので、私なりに一枚の絵にまとめてみました。お花を描いたのですが、お花に見えますでしょうか。 絵の下の方、根っこを描きました。座禅とあります。私ども、総統宗は、座禅を重んじる禅宗の一宗派です。土の中ですから、誰に見られるわけでもなく、ただ座るのです。 体を整え、息を整え、手を合わせる、そのお姿も座禅だと私は思っています。仕事をするときも、食事をするときも、生活の一つ一つを感謝して大切に行じていくことも座禅なのです。そのような、 日々の生活をしていますと自然と知恵の目が備わってきます。知恵ですから知識のことではありません。仏教の教えをたくさん知っているだけではなくその教えをどのように生活に生かしていくのか。 知恵から慈悲が生まれまれす慈悲はご存知だと思います。葉っぱを2つ書きました。慈しみと悲しみです。少し意味合いが違うのです。慈しみとは相手に楽を与えること、褒めてあげること、励ましてあげることです。 一方の悲しみとは相手の苦しみを取って差し上げることです。ではどうすれば相手の悲しみ苦しみを取ることができるのでしょうか。私はこう思っています。励まさないということです。ただ隣にいて そうだねと言って寄り添ってあげることです。それでどれだけ救われていくか。悲しみも喜びも全部頂い,いて。知恵と慈悲を糧として、きれいな自然の花びらを咲かせていく。不正愛護、 林業同時の花です。この真ん中に。四書房とあります。四つの教えがまとまったものという意味です。この四つの教えを実行。実践している人のことを菩薩と呼びます。 仏像や仏画だけではないのです皆さんのことなのです私は東日本大震災で被災した時多くのお札様方にお会いしました苦しい時諦めかけた時助けていただいたことを今でも忘れません 不正。物でも心でも差し上げることです。お裾分けです。被災して物資が不足している時に見返りを求めないで分けてあげることができるか相手に思いやりを寄せてあげることができるか布施の修行です。 愛優しい声がけです「おはよう」という言葉には「調子はどうですか?」という思いやりが添えられています。「おやすみ」という言葉には「お体を大事に」という願いが添えられているのです。時には厳しい言葉も。 その人のことを思い知恵と慈悲をもって発せられるのであればそれは愛語なのです。利行相手のためにする行い行為のことです。散らかった靴をそろえる席を譲る自分のできる範囲でよいのです。 してあったのにとと思わないことです同時相手の立場になってみる相手のことを分かっていくことですお釈迦様は自分だったらどうか自分に引き比べて考えなさいとお経に たくささん残されています花びらですからいつか無常の風が吹いて散ってしまいます地面に落ちてやがて土になります心静かに座り手を合わせる時今までしていただいたことお世話になったこと 多くの願いやこの自然の中に生かされていることに気がついてまいりますそれを座禅の根っこでいただいていくそしてまた自分の花を咲かせていく世界に一つだけの花を咲かせてまいりましょう